どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドーン、松任谷由実さんの春よ来い。今この時期めっちゃ歌いたくなるこの名曲、このウクレレで奏でていきましょう。春よ来い、実はガズレレで過去に一回取り上げてるんですけど、もう相当もう4年ぐらい前になっちゃうんでですね、今回2021年バージョンとして、さらにかっこよく、さらにわかりやすく、さらに簡単になって2021年バージョンやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもね、なるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョンです。後半のかっこいいバージョンはこれかなり奥が深くてですね、いろんなフレーズ、あのイントロのフレーズも弾いたりとか、いろんなリズムをこうねミックスして、あのムードを高めて演奏してみたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器を諦めてました、私音楽やってみたいと思うけど私ねきっと無理だと思います、不器用だからとか、そんなような方がですね、あっという間にウクレレを弾いて歌う、弾き語りができるプログラムがあるんですよ。今もうこのプログラムを見てですね、全世界中の方が何万人もウクレレで音楽始めてますよ。 YouTube ですからね、無料でできますから、ぜひ始めてください。そのプログラム、ここにもうちょっとしたリンクあるんですけど、行ってもらって YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけであっという間です。ここから始まります。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきて、世界中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、この小さなウクレレ1本でめっちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1500曲以上もアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからリアルに変えていきましょう。それでは松任谷由実さんの今歌いたい曲、春よ来い、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、やってみます。 1,2,3,4
松任谷由実さんの春よ来い。この名曲、このウクレレで奏でるの最高ですね。ウクレレの響きにめっちゃ合うと思います。皆さん思いっきり歌っていきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナル練習用ショートカットアレンジバージョンで、演奏させていただきました。あのフルコーラスで私やってみたいよという方、コード進行一緒ですので書き足して2番の歌詞とかこう書いてね、オリジナルの楽譜を書き出すのをおすすめします。フルでやりたい方ぜひ挑戦してみてください。で、今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube と一緒に YouTube でね、僕と一緒にこうセッションできたよという方、おめでとうございます。どんどん YouTube に合わせて練習してください。そしてそれができるようになったら次のステップがあります。次のステップは何かというと、皆さんお一人でやるってことですね。YouTube と合わせるんじゃなくて一人だけで演奏してみる。これぜひやってください。その時にね、やっぱ最初のうちは楽譜が必要でしょうからね。楽譜いずれは覚えちゃって楽譜も見ない方がいいと思うんですけど、まずは楽譜見ながら練習するのがいいと思うんですけど、じゃあその楽譜ってどうするんですかってことなんですけど、ですね、いつもガズはですね、このノート自分で書いて、これを見ながら今も演奏したんですけど、画面に今からこれ映して、こんな感じで書くのはどうですかということでシェアさせてもらってるんですけど、ただいまこのサービス始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の春よ来いを含む、ガズが今までこう書き溜めて、もう、ものすごい膨大なストックがあるんですよね、ノート楽譜。その中から毎月5曲、皆さんのやってみたいな、面白そうだなという曲をダウンロードしていただいて、すぐにね、練習開始ができるぞというね、画期的なサービスなんです。もうこのメンバーですね、1000人オーバーでもかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは、楽譜のダウンロード以外にも、いっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で、楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間、同じ場所のオンラインで集まって、大セッション。こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信、毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン！ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。2021年改訂版の春よ来い。松任谷由実さん、ユーミンさんのこの名曲中の名曲見てみましょう。まずはイントロから始まります。でね、ここをちょっと見てもらうと、イントロフレーズって下にくるっと囲ってあるんですけど、これはですね、あの印象的なフレーズ、かっこいい版、後半やるかっこいいバージョンでここ、フレーズ自分で弾いていきます。かっこいいんですよね。はい。そしてこうやって歌が始まっていくわけなんですけど、こうやってパッと映していくんで、ちょっと一時停止してメモっていただくか、動画内のテロップを一時停止していただくか、先ほど紹介したガズクラブでこの楽譜をそのものをね、ダウンロードしていただくのもいいと思いますけど、とにかくね、楽譜を用意していきましょう。で、このガズのノートの特徴は、下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョン。今のやったよ、簡単バージョンは上の段をやったということなんで、ちょっとね、コード編、この辺変わってきますからね、よく見比べておいてください。はい、さっと映していきます。一時停止で書いていってください。はい、次、ここ。ほい。こんな感じですね。はい、ここなんか書いてあるね、これね。これフレーズを入れていきます。後半のかっこいいバージョンでは。はい、これも後で解説していきますよ。で、ここがブリッジパートというか、ちょっと大人しくなるところのところに、ここがショートカットになってますね。ここが本来は2番が入るということなんですけれども。はい。ここがこう、ちょっと大人しくなって、シンプル簡単バージョンでここ伸ばして弾いたということですね。で、かっこいいバージョンでここはね、アルペジオになってますね。アルペジオで弾いていこうということです。はい。そしてここだーといって、また、ここ見てください。ここまで来たら、このブリッジパートの一番最後に来たら、もう一回サビに戻りますよと。サビここですね。はい。ここ戻って、ここまでサビ戻ったら、今度はラストに飛びます。はい。はい。ここのラスト。はい。ここをやって、
まあ、シンプル簡単バージョン終わったということなんですが、後半のかっこいいバージョンではここの最後のエンディングとしてイントロと同じあのフレーズをちょっと加えてみました。これは本来はね、松任谷由実さんのバージョンはねフェードアウトでどんどん音ちっちゃくなって聞いていくパターンだったんですけど、まあ、あえてガズレレオリジナルアレンジであのイントロのフレーズを最後のエンディングに持ってきましたよということでございます。はい、じゃあ出てくるコードを解説しましょう。ちょっとね赤く囲ってるやつは後半出てくるかっこいいバージョンのコードなんで、今やったシンプル簡単バージョンちょっとここ見といてくださいね。この6個で今できちゃったんですよ。すごくないですかね。はい、読んでいきます。 C と Am と F と G7 と E7 と Em7、 この6個で今のシンプル簡単バージョンできました。で後半はですねちょっとこのコード足されるんですよね。 Dm と C7、 これもね実は入門コードのグループなんですよ。ちょっと今日場所がなくなっちゃってこのねコードダイアグラムは表記してないんですけど、今映ってるね、8個のコードか、この8個のコードはねガズレレではおなじみの超入門コードなので、まずこれも一緒にちょっと紹介させてください。この2つはかっこいいバージョンでしか出てこないんですけど、一応今同じこれ入門コードのグループなんで紹介します。その入門コードのグループっていうのはこれです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは何かと言いますと、このちっちゃいウクレレで音楽を始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループです。グループっていうことはいくつかあるんですけど、10個あります。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら簡単なんですよ。入門コードですからね。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったらね、なかなか頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう魔法の動画撮ってます。ここにリンク貼っておきましょう。ガズレレ必須コードのことはここの動画見たらもうスイスイ覚えられちゃう。覚えていきましょう。今日その中10個のうち8個ですから覚えましょう。はい、じゃあここからかっこいいバージョンに入っていく。その前にいつもこのタイミングでガズが伝えたいのはですね、まず今のシンプル簡単バージョンでゆっくり歌をマスターしてください。この曲もうズバリ言いますけど、歌めちゃくちゃ難しいです。特に最初の淡き光たつに若雨、この音程の差ですよ。このね、絶妙なこの音程をしっかり歌うのはですね、もうウクレレ、まずね、あの1回の4つ弾きでいいんで、まずこの、ここね、あばき光たつに若雨、このしっかり音程とタイミングを測って、歌の練習結構これはした方がいいと思いますね。で、後半はここにリズムが入ってくるんで、またかっこよくなるんですけど、ほんと、まずは4つ弾きで十分歌をね、マスターしてからの方が、よりかっこいいバージョン輝くと思いますので、しっかりマスターしていってください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンは、さっきも言ったように、コードがちょっと追加されます。さっきみたいに Dm と C7 は、さっきご案内したということにしてもらって、じゃあ、まずこれ、E7 sus4。これはね、E7 という入門コードを押さえてみます。まず、E7 はまずこことここ、ここね。これをガズレレ必須コードのグループの入門コード。人差し指見てください。ここ、E7 sus4。ここ、E7。これ、行ったり来たりするんですよ。はい、やってみましょう。E7 sus4 から E7。 いいですね、これ。はい、これ使ってみましょう。はい、もう一個はね、これどうも、これ B メロで出てくるんですけど、これ響きがいい F メジャー7ですね。たまに出てくる、3弦と4弦の5フレットなんですよね。こうやって押さえるのをおすすめしております。はい、人差し指ちょっと浮かしとく。いいですね。ちなみにこの曲だと B メロはね F メジャー7の次 G7 なんですよ。すると F メジャーから G7 ってこう飛ぶじゃないですか。ここの距離がね、皆さんが押さえてみたら分かるけど結構あるんですよね。で、この人差し指を F メジャー7で使わない方がちょっとアドバンテージあるんですよ、戻るときに。ほら、こういう G7 に戻りやすい、こういうのがあるんで、まあ今から覚える方はこの押さえ方の方がおすすめしていますけれども、別にこれでもいいですよ、パッといけばね。はい、 F メジャー7使ってちょっとね、このメランコリックな響き、B メロで使っていきます。はい、そしたら弾き方、奏法の解説に入っていこうと思うんですけど、今日は結構いろんなリズムがミックスされてます。はい、ドン、アルペジオ、ガズペジオ、16ビートのチャ、この辺のリズムをこう織り交ぜていこうと思います。このアルペジオとガズペジオっていうのはすごく似てるんですけど、ちょっとでこれ使い方をちょっと表現で変えてますんで、ぜひともこれね見てもらいたいんですけど、今度ひとまずこの4つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中にですね、この今映ってるこの4つのリズムのですね、濃厚解説動画が、それぞれの濃厚解説動画がアップロードされております。自分がちょっとねまだこれできないなというやつはそこからね探してもらって、動画でちょっとねリズムの練習してもらいたいんですけど、どんな風かちょっと解説していくと、まあ、イントロは
ね、この後しっかり解説してフレーズで入るんですけど、まず A メロがガズペジオを使います。A メロガズペジオ。B メロが16ビートのチャがないやつ。つまり16ビートだけですね。はい。で、サビが16ビートのチャ。こんな感じで行くんですけど、途中戻ってきて、まあ一応ここでブリッジパートというちょっとおとなしめになるサビのメロディーのところでは、今度これアルペジオを使いたいんですよね。ガズペジオとアルペジオってちょっとやっぱ差があって、ガズペジオの方がちょっと迫力あります。アルペジオの方がちょっと細いこう糸を紡ぐようなイメージですね。はい。やって、また戻ってきたら16ビートのチャということで、このね、4つのリズムをこううまくこうね、こう織り交ぜながら、かっこいいバージョン仕上げていきたいと思います。16ビートのチャというリズムがやっぱりこの中で一番難しいかなというふうに思うんですけど、まずはですね、その、濃厚解説レッスン動画の中でも言ってますけど、こうストロークっていうんですけどね、この基本は8ビートっていうリズムから始まるんですよ。なんでまず8ビートからだん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 ステップアップする感じで、ちょっとね、気長にリズムってね、なかなかね、今日明日はできたみたいな感じではないんでね、時間かけて取り組んできてよって思うんですけど、この曲はですね、その16ビートのチャがですね、この元気いっぱいみたいなファンキーっていう感じじゃなくて、こうゆったりどっしりしたタイプの16ビートのチャなんで、ドンドコチャカ、ドンドコチャ、こう渋めですよね。この辺もこうリズムのイメージをね結構変えながらやった方が早道かもしれないですけど、ちょっとじっくり16ビートのジャムを取り組んでいただければと思います。で、先ほどのシンプル簡単バージョンとはコード進行も結構違くって、あとワンブロックにコードが4つ入ってくるところとかも、まあ、不意に出てくるんでですね、よくテロップを確認してデモ演奏を見て、ご理解していただきたいんですけれど、今日ちょっと言いたいやっぱね、イントロのメロディーをちょっとやりたいと思います。イントロのメロディーどんな感じか、ちょっと今弾いてみますね。いきます、せーの。はい、めちゃかっこいいでしょ。これ弾きましょう。今のこれアルペジオなんですけど、ちょっと16ビットっぽいのかな。トンタトンタン、はい、これはですね、一応これタブーを出しておきます。タブー、この見方わかんない方、概要欄にタブーの読み方を貼っとくんですけど、ちょっとね、簡易的な書き方なんですけど、まずここ最初 F を押さえてみてください。 F を押さえて伸ばすんです。全部弾きますよね。そしたら次、1弦の0、2弦の3、もう一回1弦の0です。最初からいきます。わかった？ F030ですね。はい、次同じように G7、 次 G7 なんですけど、 G7 の1弦は弾かないでください。わかる？はい、1弦は弾かない G7 ってことは、押さえる場所こことここになるよね。こことここ2つで、ここを伸ばしといて、はい、今2番目のブロックですね。今矢印書いてみます。で、また同じ1弦の0、2弦の3、1弦の0、もう1回ね。はい、大体分かったでしょ。こういうパターンでいきます。次は、はい、3つ目の Am ですね。Am を押さえてもらって、コードまた全部弾きます。また同じ1弦の0、2弦の3、1弦の0。はい。これで、次のブロックがちょっとね、メロディーが入るんですけど、次、Am を押さえたまんま、1弦の3フレット、小指で押さえます。はい。1弦の3、2、0。その次、余裕があったら2弦の0まで。ここがちょっとガズレレオリジナルのメロディーなんですけど、本当はもっとね、素早いメロディーがサラ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 入ってるんですけど、ちょっとウクレレ練習用でこのシンプルなメロディーにしたんだけど、ちょっとゆっくりやってみます。最初から。F からです。せーの。F から1弦の0、2弦の3、0、2弦、あ、次は G7 の1弦押さえないやつを弾きます。その次また1弦の0、2弦の3、1弦の0。はい。その次 Am で。だだんだん、その次は Am を添えたまま1弦の3フレット、2フレット、0フレット。次、2弦の0フレットまでいけたら。って感じですね。ちょっと最初からやってみます。せーの。2回目はただの Am で伸ばすみたいな感じですね。ちょっともう一回めっちゃゆっくりやってみようか。 1,2,3,4。 はい、これでご飯食べられますよ皆さん。これでもうお花見できます。はい。このフレーズ、何回も何回もやって、疲
掴んでください。このタブー法をよく見てね、理解していただくのがいいかなと思います。ファイト。そしてですね、今のちょっとメロディーと通ずるものが、サビでですね、原曲を聴くと、サビの間ずっとこれがどっかで流れてるんですけど、それをね、やっぱ弾きながら歌うのちょっと難しいよねっていうことで、ちょっとニュアンスを残した、メロディーを思いつきました。ちょっとやってます。春よ、時あるよ、分かった？今のちょっとこの A マイナーの時にメロディーが入る。もう一回ドンドコチャカタカ、ドンドコチャカタカ、 A マイナーから1弦320、これを入れてみましょう。で320の時にチャもね、なんか何気に入れる。せーはるよ、時あるよ、スタスタダンダンチャカツタと、閉じればそこにんだかツタツタチャンチャン、チャもちょっと入れちゃう。A マイナー押さえたまんま、1弦の320ですね。これをですね、メロディーがこうサビに絡むようなイメージで、奏でていく。これがかっこいいんじゃないかなというふうに思います。これも入るところと入んないところがあったりなんかするんで、テロップを一応確認していただいて、全部入れてもいいし、入ったり入んなかったりっていうのもかっこいいかなと思ったんですけど、ちょっとガズレレのね、僕のなんか感覚で入れたり入れなかったりみたいなのをちょっと表記しとくんで、ぜひこれもトライしていただければと思います。はい、そういうわけで、テロップのところに、例えば伸ばすとか、そのリズムのこととか、こういろいろ表記がありますんで、それをね、見合わせながらデモ演奏でちょっと確認していただきたいんですけど、まあそういうちょっとテクニカルなことはあったとしてもですね、やっぱりこの曲はやっぱり本当に願わくばですね、本当桜吹雪がこうブワーッとこう舞う下で一人っきりでこのなんていうのかな、歌いたいぐらいのその中こう日本人のこう魂をこう熱くさせる、なんかそんなねムードがあるんで、ね、もう本当心持ちたっぷりで歌っていきましょう。それではやってみましょう。マストーヤユミさんの春よ来い、ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる。君を思いながら
ゆみさんの春よ来いガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱり今の時期これを全身全霊を込めてねこう歌う、なんかこう日本のね四季のある中でやっぱりこの刹那ですよね、それを感じさせる、もう桜吹雪がこうまだ咲いてないけど舞うイメージがね本当こう頭によぎる。皆さんもりもり歌ってください。そして皆さん新しいガズルの本がガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これねガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか、その中で表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれねもうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですんでちょっとご確認いただきたいんです。先ほどもお伝えしたんですけどガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできてこう1個の街みたいなイメージ、ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとねガズレレでねアプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとかこのストラップキャップだとか T シャツとか山ほどねいろんなグッズがあるんでねホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとねこれです。はい、ドーン、リットミュージック社から出てるこのね信号機みたいな赤青黄色みたいなこのねこのね楽譜本がものすごい大ヒットでもうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでねまあいいかというとこれめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り50曲入りというね大すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフもうさらにね輝かしていきましょう。さあこれからもガズレレ YouTube チャンネルぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。